単純にバンド名の話なんですけども、どうやら僕は爆竹とかカリガリとかジグザグみたいなカタカナ2文字を繰り返すカタカナ4文字みたいなバンド名の響きが好きみたいということが分かりました。皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。青森に住むビジュアル系大好きおじさんです。最近爆竹さんのお話ばっかりしてたんですけれども、今日は久しぶりに最近買った、最近といっても幅広いですけど、CD の話をしようと思って、まずこちらですね、新天地開闢集団ジグザグさんの2っていう、多分フルアルバムで2枚目のやつかな。僕もそんなに詳しくないんですけども、YouTube でこのボーカルの方というか歌うまいっていう噂を聞いて、で実際見たら YouTube にアシッドブラックチェリーさんのイエスをカバーした動画とかあって、聞いてみたらやっぱりやったのないんですよ。 ABC のイエスって最初からもうキーも高いし、なかなかこうね、言葉数も多いし大変な曲だと思うんですけど、すごくうまく歌いこなしてて、このボーカルすげえなと思って買ってみたんですよ。でこの方、ボーカルさんが作曲とかもされてるみたいなんですけど、このアルバムだと桜桜っていう曲があって、結構桜のシーズンに本当に聴きたくなるような、テイストとしてはあまりビジュアル系っぽい感じではなくて爽やかな感じなんですけども、すごくこれはね、歌のうまさが際立ってるような感じがしましたね。外見の印象とはだいぶ違って、こうストレートにうまいボーカリストさんという感じですね。でもう一つ買ったアルバムがこちら、カリガリの15の予告版ですね。限りなく透明に近いレモン版っていう、同時についてくるのが依存という名の病気を治療する病院というのが、ついてくる方ですね。もう一枚が石井さんの朗読がついてくるんだっけ、そっちは買ってないんですけども、これの中だと、最初ね、そのボーナストラックというか依存という名の病気を治療する病院聞いたらよくて、しばらくこっちの本編聞かないでそればっかり聞くぐらい良かったんですけど、この本編もなかなか良かったですね。一番好きだった曲、タイトルの読み方が分からなくて、鐘が鳴る器って書いて、なんて読むんでしょうね。僕カリガリさんはだいぶこう人によって求めるものがこう違うっていうか、初期の大なんとか実験室っていうタイトルがついたアルバムとか、そういうアングラ的なものが好きな方もいらっしゃるでしょうし、石井さんが加入して最近のピコピコ的なものも好きな方がいらっしゃるでしょうし、一筋縄ではいかないバンドですよね、こちらも。で僕はですね、やっぱり石井さんも好きなんですけど、桜井青さんが書く詩と曲の世界でたまに本当にグッとくるものがあって、最初最後の宿題という曲でドハマりしてファンになったタイプなので、その辺のこう青春的なもの、桜井青さんの書く青春って青なんだけど緑が入ってるっていうかね、写真でいうとシャドウの部分、黒い色にただの黒ではなくて青みがかってたり緑がかってたりとか、その辺の色が混じってる黒になってるような、そういうこう全体のね、空も青空だけども、緑がかかってるような、ちょっと古めかしいフィルム調の青っていうイメージの曲なんですね、僕の脳裏だと。説明うまく難しいんですけど、青さんが書く困難的な詩の書き方なんですみたいな感じの、とっても良くて、これ15、もちろん買いますけど、この予告版聞いて15の期待が高まりましたね、というちょっとした感想でした。もともとこの動画ね、3分ぐらいでさらっと見れるような動画を目指してるので、この頃ちょっと長いものが多かったんで反省して今日は短めにしてみました。ではまたご覧ください。次は桜井淳さんのお誕生日を祝う動画になるかと思います。よろしければまたご覧ください。